はい、どうも皆様、こんにちは。ネルタン44と申します。スプリンターセルブラックリスト。今回は、オンラインモードをやっていきましょう。でですね、このオンラインモード、人が少ないんですけど、おとといやってて、チームデスマッチの方に少し人数がいたみたいなんで、今回はチームデスマッチの方をやっていきます。さあ、ゲームセッションを検索中。これで一発でね、人数揃ってくれるとありがたいんですけどね。お、来ましたね。もう早速入りましたね。さあ、このオンライン。まあ、ロード中なんで少し、準備しましょうか。なのだ。まあ、多分ここカットするんで使わないでしょうね。オッケー。はい、オンラインモードですね。で、カスタムセットを選択で、これスパイと、傭兵の2種類選択できます。で、スパイの方が、TPS 視点ですね。で、突撃兵とか傭兵の方が、FPS 視点になります。では、やっぱりスプリンターセルシリーズなんで TPS でやっていきましょう。はい、諜報員でリスポーンします。オッケー。敵チームを殲滅せよ。はい、この、スパイの方はね、この上のとことか、登れるところがあるんですよ。あ、やべ、降りちゃった。で、もう一回登ってと。で、見つけて、敵の方もね、傭兵とスパイ両方いるんで、隠れながら行きましょう。で、スパイが隠れられるのはいいんですけど、撃たれ弱いんで、よいしょ、うまく死角をつきながら暗殺する感じになりますね。で、十字キー上でサーモグラフィー。あ、いますね。壁越しにも見えると。あれが敵ですね。さあ、傭兵さんみたいですね。ちょっと降りて援護しに行きましょう。あ、もう倒したか。早い。で、諜報員とか色々クラスがあったんですけど、クラスによって使える装備が違いますね。お、いましたね。オッケー、早い。味方がすでに倒してくれている。で、私、諜報員なんでこのサーモグラフィーが使えるんですけど、別のクラスでは、また違った。よいしょ。クラスがあるんで。また違ったね、カスタムにされてるんでね。よいしょ。それを変えながらやっていくのも面白いかもしれませんね。はい、じゃあリスポーンしましょう。さあ、ハンドガンに切り替わってましたね。十字キー右でハンドガンと、サブマシンガンを変えることができます。じゃあ行きましょう。さあ、なるべく、チームと一緒に行動した方がいいですね。さあ、サーモグラフィー使って。多分敵が銃を発砲したらその熱を感知するんでしょうけど、撃たないと始まりませんね。じゃあ、こんな時は R2 を押してエネミーサーチ。これでね、壁越しの敵も見えるんですけど、今ちょっと範囲外だったみたいですね。さあ、味方も増えましたね。で、なるべく隠れながら進んだ方がいいんですけど、よいしょ。いかんせんまだ始めたてで、隠れるタイミングというか、どう隠れればいいのかっていうのがね、立ち回りがいまいちよくわかってないので、エネミーサーチ。お、いましたね。オッケー、ナイスキル。さてと、エネミーサーチと、私はグレネードが EMP グレネードありますね。よいしょ。相手の電子機器を破壊する、まあ、ゲームなんで一時的に使えなくする武器になりますね。よいしょ。撃ったな。さあ、敵、ああ、いましたね。彼は傭兵かな？む、降りて。よし、後ろをついた。オッケー。敵討ち。おっと、まずい。まずい。EMP。オッケー。よかった。ギリギリだった。おお、登って、ダメだ。しまった。オッケー、ナイスキル。さあ、海外プレイヤーが多いみたいですね。よいしょ。海外のプレイヤーさんたちがたくさんいましたね。さてと。で、登っていきましょう。どっか登れる場所を見つけて、オッケー。さてと。
って基本的に相手の出方を伺うゲームっていうなんか印象を受けましたね。あんまり自分からガツガツ言っちゃうと、あの味方と離れるとちょっと厳しいところがあるんで。おっと、登ろう。さてエネミーサーチ使っていきましょうか。いないな。さあルキさんと固まって動きましょうか。いる。あった、オッケーな。アイスキル早い。四角で格闘、オッケー。さあこのあのスパイを選択した方はですね、格闘がすごい早いんですよね。近づいて四角ボタンを押して格闘なんですけど、そのもう相手に近づいて四角を押したらもう勝ち確みたいな、確実にナイフキルが取れるんで、もう撃たずに近づいてナイフキル狙うのもありかもしれませんね。もう少し、うまいな。1分だけ頑張って。で上のやつ、うわダメだ、ナイフキル、オッケーダメだ、あーやられた。うまいな。てか私があそこで EMP を投げるべきでしたね。はい、じゃあちょっと潜入員に変えてみましょうか。はーい、では潜入員です。潜入員が持っているのがクロスボウなんですよね。スタンクロスボウだったかな。あと30秒。で、十字キー上でこうナイトビジョンですかね。まあこれも壁越しに敵の位置が分かるっていう反則級のやつなんですけど、ハンドガンに切り替えて。まずい、うまい、オッケーオッケー、いいですよ。あと10秒よ。まずいまずい。はい、じゃあ特殊、装備かな、光学迷彩使っていきましょう。これで敵からは姿は見えません。お疲れ様。オッケー、ナイスワーク、いいですよ。さて途中から入ったんですぐ終わっちゃいましたね。それではご視聴いただきありがとうございます。じゃあ次もやるんですけど、一旦ここで放送終わるかもしれません。まあでも早いんで2戦目行きましょうか。もうこのまんまぶっ続けて2戦目取りましょうか。はい、それでは2戦目をやっていきましょう。じゃあお次は傭兵で行きましょうか。傭兵の突撃兵でリスポンします。オッケー。さあ傭兵はですね FPS 視点になりますね。で、あのスパイチームより体力が多くて硬いんですけど、先ほどみたいに身軽に動けないんですよ。建物何かな、あのダクトの上とか登れなくなるんですよね。そしてですね FPS 視点なんで視野が狭いんですよね。で、先ほどのスパイみたいに上から攻撃されたりとかに非常に弱いんで、まあ、隠れながら、よいしょ、やっていく感じになりますかね、これも。で、ナイトビジョンとかサーモグラフィーとかもないんでね、ちょっと厳しいかなってとこあるんですけど、真正面からの打ち合いにとても強いので、よいしょ、こっちが好きな人はいるかもしれませんね。こっちの方がやれるよっていう人はいるか、が多いのかな。なんか FP、BF とかやってる方はこっちの方が好きな感じはしますけどね。オッケー、ナイスキル。さあ、いつものリロード、四角ボタンでリロードをいつもしてるんで、おいしょ、若干操作がね、厳しいですね。オッケー、いる。うわっ、オッケー、よかった。彼も傭兵だったみたいですね。さあ、あとこの傭兵は下にレーダーがあるんで、相手が一定の距離に近づくとレーダーが発動します。さあ来たな。オッケー、オッケー、いいセンスだ。しゃがめ、ま、逃げたな。うまい、うまいですね。いるな。あとグラン、あーっと、はい、あとグレネードは普通のグレネードです。うまい。あー、彼も傭兵ですね。フラグアウト、同じこと考えてる。来るか。オッケー、いいぞ。よいしょ。さ
さて味方がいませんね。まずい。どこかで落ち合わなければ。オッケー、うわっ、オッケー、殺害アシストで弾が切れた。メインの弾が切れた。まずい。リロードをする。でどっかに逃げたいですね。弾がないと厳しい。オッケーオッケー、ステンバイ。リロードして、おっとこっちにもいるか。今レーダーの反応が、ちょっと一旦引きましょう。いるな。ふっ、おーいるいる、二人いる。ここはゆっくりゆっくり。うわーダメだ。よしよしよ、ちょっと隠れましょう。さーて、いないな。で音も結構よく聞こえるんで、うわうめえ近づかれた。オッケー、ナイスキル。おっとレスキューアクション、助かった。初めてですよこれ。私知りませんよこんなアクション。来るな。オッケーオッケー、いいぞ。フラッシュバンカー、うめえ。おお、オッケーオッケー、ナイスキルだ。今、え、今私がやったのか、なんか自画自賛しちゃいました。あーっといるいる、フラグアウト。さーってどこかに逃げたい。どっか壁沿いに走りたいんですけど、あと武器が欲しい。オッケー、AK ステンバイ。よいしょ、ワンマークないですね。オッケー、真正面からの打ち合いでは負けませんよ。弾が欲しい。オッケー、さて来るな、下から来るな。フラグはもうないですね。じゃあ特殊兵装というか使っていきましょう。アドレナリンを打って、はい、一定時間素早さと、集中力が上がるのかな。なんか狙いがつけやすくなりますね。 OK、 いいですよ。で敵から弾を回収しましょうか。よいしょさて行くぞ。さっき味方にレスキューされたんですけど、あれどうやるんですかね。またなんかあのクラスによってできるできないが変わるんでしょうか。さてちょっと前に出ましょうか。さあ30キル、あと10キルで勝負が決まりますね。おっと味方がやられた。さあ若干 BF とかと違ってね、少し体動作が重いんで、よいしょ、そこも考慮しつつ前に出るとき気をつけましょうか。で何気にこれ、おお、いる、やばい、後ろ、まずい、やられたオッケー、ナイスキル。傭兵さんいましたか。じゃあ次偵察兵でリスポーンしましょうか。リスポーン、あれ、オッケー、リスポーン。おっとなんだ、さあ次はショットガンとドローンがありますね。あと VX ガスト、この四角いマークは何でしょうか。ショットガンとハンドガンは、マカロフか。オッケーオッケー。ショットガンの距離じゃないな。VX ガス使ってみましょう。当たったけど、あまり効果はないな。敵が近づいてくれるとショットガンで一撃っていうのもありなんですけど、おっとうまい、どう近づいた今。上のダクトから来ましたかね。オッケー、ナイスキル、一本取られましたね。このスパイを相手にするとどこから来るかわからないのが一番怖いんですよね。じゃあドローン使っていきましょう。オッケー、ステンバイ。お、起爆爆発するのか。
で降下と上昇、あと爆発自爆ができるみたいです。おお、当たった。当たりはしたけど致命傷ではないか。オッケー、メインアシスト、ナイスキル。下階段から、うまっ、やられる。ステンバイ。おっと、またどっから来たかわからなかった。オッケー、カランビットキルされましたね。リスポーン。オッケーオッケー。さて、この VX ガスっていうのどんなんでしょうね。なんか少しダメージを食らうとかそういう感じ臭いんですけど。音がするな。オッケー、味方がドローンでやる。オッケー、ナイスキル。おわ、味方がショットガンが狙いにくい。オッケー、ナイスキル。俺たちの干渉だ。オッケー、我々の勝利だ。さーてと、さあ3、14キル3デスですね。オッケーオッケー、いいんじゃないですか。さてこの調子ならすぐレベルもいきますかね。オッケー、ボーナスももらいました。それではご視聴いただきありがとうございました。今回はここまでにしたいと思います。でですね、また、ま、機会があれば、この、オンラインもやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そんじゃ今日はここら辺で上がります。お疲れ様でした。